甲子園欅散歩道、はい、マギログ動画、はい、今日も甲子園欅散歩道をマギーと鎌田先生とお散歩したいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。マギー、鎌田先生、はいはい、今日はどこに連れて行ってくれますか？王道ですよね。王道、みんな知ってる。そう、みんな知ってる。知らない人はいないと思います、はい、いいですか、そこで。はい、行きますよ。楽しみにしてます。どうぞ。はい、イエイイエイ。あ、ここですか。めっちゃ美味しいんですよ。僕ね、お酒飲めないんですけど、これは最高。あの甘いの大好きなんですね。嬉しい。超おすすめ。お店の名前は西花園さん。西花園さんです。はい、お邪魔します。もう甲子園欅散歩道の人はみんな知ってますね。はい。こんにちは。お邪魔します。はい。あ、店長来てくださいました。店長すいません、ちょっとだけ取材させてください。お願いします。よろしくお願いします。はい。鎌田さん、みそのさん。みそのさん。磯野さん。はい。磯野さん。はい。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。鎌田先生、はい、西花園さんの一番のおすすめは何ですか？僕も断然かりんとうまんじゅう。かりんとうまんじゅう。これめちゃめちゃ変わってます。あの食感が今まで食べたことない和菓子っていう感じの。うん。まあ、どこにもないですね。ないですね。かりんとうまんじゅう。そうなんですよ。想像つきますよ。つかない。側がかりんとう。そうです、そうです。あ、側がかりんとう。あんこ入ってます。店長のお話聞かせてもらっていいですか？これ社長さんが朝揚げてはるんですよね。朝4時に起きて、私社長さんのお話聞いたことあるんですよ。マギ、僕はあの店長にお話聞きたい。あ、すいません、すいません、食べすぎました。はい、はい、どんなまんじゅうですか？中のこしあんの入った揚げた。あ、揚げてるんや、はい、中はこしあんで、はい、うわー、いいな。パッケージはこれ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 。あ、うわ、あ、ちょっと山本さん、あ、やった試食。そうなんです。試食、うわー、いつもこうやって出してくださるんですよ。あ、そうなんですか。お客様が来られたら。そうなんですよ。僕ら特別じゃなくて。いや、違います、誰でもですよ。あ、じゃあ先生とマギ、はい、一度ちょっと試食してみてください。これかりんとうまんじゅう。かりんとうまんじゅう、これ、これ、見てください。わわわ、中が、はい、はい、はい、ます。カリカリしてて、中が、うん、そう、はい、カリカリ、中カリ、あ、外カリカリ、うん、後で僕も呼ばれていいですか？はい、すいません、どうですか？美味しい。美味しい。ここの西花園さんの名物といえばかりんとうまんじゅう。そうですね、はい、もう一つだけしてるのがあるんですよね、はい、夢ドラさん。あ、夢ドラ、こちらですね。で、これはマギーも大好き。あ、大好きです。店長、これ花、夢ドラって書いてますけども、夢ドラの特徴は、ふんわりした側の中に粒子が入って、はぁ、粒あんなんですね。いいですね、なんかこのパッケージも可愛くて、なんか春っぽいデザインですね。甲子園なんで、トラ。あ、なるほど。甲子園なんで、ドラ焼きはあえてトラ焼き。トラ焼き、いいですね、これ美味しそう。いいですね。これ中身なんですか？中は白い粒あんです。白い粒あん。トラ焼きは白の粒あん、はい、夢ドラは赤の粒あん、はい、赤、赤の粒あん。あずき、ね、赤って言いますよね。あ、言いますよね。よかった。で、今日はたまたま3月3日、おひな祭りですけど、ほら見て見て、ここにおしゃれな、うん、わあ、めちゃくちゃかわいい、まあ、かわいいですね、この桃の節句の、これなんすか、お重みたいな、ひなセットもありますよ、470円。なんか聞くところによると、これはなんかこう、はい、オリジナルでオーダーして作っていただける。え、オーダー、はい、何をオーダーして。ここがひな祭りなんで、こう、おびなめびなってなってるんですけど、はいはい、例えばこう入学式でこう中学生になったとかっていうので、学生服の2人とか作ってもらったりできるそうです。そうなんですか、はい、うちの子供がこの度中学上がることになりましたと、はい、なので中学の学生服バージョンのその和菓子、生菓子作ってくださいと、はい、オリジナルでそういうのができたりすごいすごい、まあ、こういうね、
ちょっとしたひし餅もありますね。おしゃれ心がまたお客様のハートを掴むわけですね。はい、さっきからどんどん買いに来られてる、店長、はい、大人気のお店ですね。はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ店長もこちらの方にお願いします。はいはい、最後に、はい、マギ今日は、はい、再開園さん、和菓子の再開園さん、はい、お邪魔いたしました。はい、はい、じゃあ後で僕もかりんとまんじゅういただきます。はい、はい、ありがとうございました。